道後エクスプレス、福岡号道後エクスプレス、福岡号道後エクスプレス福岡は、福岡県福岡市、北九州市と愛媛県今治市、松山市を結ぶ夜行高速バスである。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。道後エクスプレス、福岡号現在は、運行から撤退している。福岡と高知を結ぶ針間や号、 福岡と高松を結ぶサヌキエクスプレス福岡に続く、福岡と四国を結ぶ3路線目の夜行高速バス路線として、西鉄高速バスと伊予鉄バスの共同運行で2008年6月6日から運行を開始した。運行開始当初は2009年1月31日までの試行運行としていたが、運行期間満了後の2009年2月1日以降も運行が継続された。 伊予鉄バスは九州方面へは初めての路線開設また、島並海道を通る初めての定期夜行路線となった。2010年4月1日より、西鉄高速バスは運行から撤退し、伊予鉄バスと伊予鉄南伊予バスとの共同運行となった。2018年3月1日より、瀬戸内運輸が参入し、今治市内にも停車するようになった。また、 同年7月1日からは、黒崎インター、引きの口、スナツに停車しなくなった。太地は停留所、または途中休憩地点。福岡県内のみ及び、愛媛県内のみの利用不可。福岡、北九州松山線から6月6日より、試行運行を開始。西日本鉄道公式ウェブサイト、一部の高速バス路線の撤退、一部区間廃止、減便について、 西日本鉄道、2010年2月3日閲覧、高速バスダイヤ改正のお知らせいよ鉄、バス、2018年5月29日、ありがとうございます。